何がおかしい。おかしいと。頑張れ。くせがれが調子づきおって。この俺が貴様などに当たってくれ。誰に決まったアンドラグラスのこせがれ、今目の前にいるのだ。ただ一人でこの劇場を抑えきれぬよ。この男は火を恐れている。かがり火を使い隙を作れぬだろうか。すぐには殺さぬ。16年の真空、一撃で片付けるわけにはいかぬ。アズライル頼んだよ。どうせ殿下、危のうございます。エモガか。総統将軍キシワードの城を犯す者はこの手で打ち果たす。チャック。うわ、おのれ、どこまでも王に歯向かうか。逆賊どもめ。おう、貴様は一体。我が名はヒルメス、戦王オスロエスの子よ。しまった。殿下、こせがれ。バフマン、お懐かしゅうございます。殿下、待て！殺してはならぬ。あの方を殺せばパルス王家の正当な血は絶えてしまうぞ。何ですと。正当の血。バグマン。我が友は真実を知ってなお忠義を貫けと言っていたのですが、私は受け止められず怯えておりました。どうかお許しを。謝るのは私の方だ。バフマン、私のせい、すまない。アルスラン殿下、どうか良い国王とおなりくだされ。バグマン、一大事でございます。シンドラの軍勢数万、国境を突破しつつあるとのこと。何だと。ガーデービー目に先を越されてなるものか。シンドラ国の歴史に不滅の名を刻むのこの俺よ。侵攻してきたシンドラの軍勢、数はざっと見積もって5万。すでに国境のカーベリー川を越え、パルス領内に入っているようです。率いているのはシンドラの第二王子ラジェンドラとのこと。シンドラ、ガーデービーとラジェンドラ、二人の王子の派閥に分かれて争っている。いっそのことラジェンドラに恩を売り、東方国境の安定を図るべきかもしれない。しかし攻め込まれているこの状況で恩だと。それについて俺に策が。ひとまず皆にはラジェンドラの捕獲を手伝ってもらいたい。殿下、ご気分が優れぬようでしたらお休みください。ここは我々が。心配するな、私なら大丈夫だ。そうだ、今私がやるべきことは
嘆き悲しむことではない。エクバターナへ進軍する前にまずは後方の憂いを除かねばならぬ。ナルサスの言う通り、皆でラジェンドラ王子の捕縛に当たろう。ご安心ください、デンガ。こたびの戦、我々がシンドラに遅れを取る理由は何もございません。ダリュー、お主はかつて東方の大国セリカに滞在した経験があった。かの国で戦いにあたって注意すべき3つの断りとは何か学んだ。天の時、地の理、人の和歌。そういうこと。シンドラは今その3つの断りを全て犯しております。すぐに片をつきますよ。殿下はここでお待ちください。私にも何かできることはないか。私にはダリウムのような本能も、ナルサスのような知恵もない。だがただ座っているだけでは皆に申し訳が立たぬ。殿下、今やあなたはこのペシャワールの数万の兵を束ねる。御自ら戦場に出られる必要はありません。だが今回は我々にお任せください。必ずや吉報をお届けしましょう。分かった。ラジェンドラ殿下、本当に侵攻を開始してしまってよかったのでしょうか。何を言う。ルシタニアによってパルスが混乱している今こそがまさに絶好の機会であろう。混乱というなら我が国とてそうでありましょう。国王カリカーラ様が病に倒れ昏睡状態の今、殿下がシンデラを留守にされては。ガーデービー、奴のことなら気にする必要はない。何か第一王子だ。たかが一月ほど早く生まれただけだろ。才能も器量、どう考えても俺の方が王としてふさわしい。殿下、めったなことを言うものだ。ガーデービーもそう無能というわけではないが、俺と同時代に生まれたことが奴の不幸だな。さあ、パルスの王太子の首を手土産に王都へ凱旋と行こうか。この作戦の成否はお前たちの働きにかかっている。頼んだぞ。はい、お任せを。この程度の任務、私一人で十分なんだけどね。ナルサスの頼みじゃしょうがないかな。お前こそ引っ込んだろ、出しゃばり女。うるさいわね。私はナルサスと話してるんだから。いい？私の足を引っ張らないでよ。それはこっちのセリフだ。まあ二人で手分けしてやってくれ。どうしてこんなやつ。ナルサス様の指示通り